この世の全ての存在や現象は実体なく空である。でもみんなで一緒に過ごす時間はきっと現実だと思う。幸運開運、今日も最後までよろしく。皆さんこんばんは、幸運開運直明です。4月16日日曜日、なったばかり深夜でございます。4月16日妹の誕生日だったまあ、連絡先も知らず、僕の家族たちは知ってるんですけどね、僕は、嫌われているので連絡先も知らず、あ、そうですか、4月16日ですか、早いですね、もう4月です。今日ですね、中村孝道さんのライブに行ってですね、孝道さんの歌、町さんのギター、2人の奏でる楽曲にですね、とっても興奮して、すごく素敵な時間を過ごせて、今興奮冷めやらぬ感じで、マイクに向かっているところでございます。ちょっとお話をさせてください。今回2人でですね、アコギ体制で、やられたんですけども、基本的に僕どっちでも2人の、ライブは好きでですね、バンドであろうが、アコースティックであろうがアンプラグドであろうが大好きは大好きなんですけど、最近ですねちょっとバンドサウンドがすごく聞きたかったんですけど、やっぱりね2人でやってる時ってね、この満足度がすごいから、そんなことも忘れちゃって、何でしょうね、何がいいのかな。だからバンドでやりつつ他の方々はけていただいて2人のアコースティックもありのみたいな感じなんですかね。そんな贅沢なことが可能なのか分かりませんが、あ、でもスタンディングだけのライブみたいのもいいですよね。あと座ってるちょっとこうなんていうのかな、鑑賞会的な感じとかもいいのかな。なんとでもなりますね。ちょっと例えば、アメリカのさ、よくあるほら映画とかで出てくるようなね、ちょっとこう なんだろうなテキサスとかなんですかね、こう一曲歌ってよかったよみたいな、いっぱいおごらせてくれよ的な空気も OK だろうし、格式高いジャズクラブでのこうちょっとなんていうのかな、本当消化されている感じのところでやっても大丈夫だろうし、クラシックコンサートのようなところでやっても大丈夫じゃないかなみたいな、品があってパワーがあってっていう感じですかね。あの本当にいい音楽でですね、できればもう実際僕はここで流してしまいたいぐらいなんですけど、まあさすがにそれはできないのでですね、ちょっと我慢しているところなんですけども、いやーとにかく良かったですね。町さんがですね、もう孝道さんがいじりまくってたんですけど、ギターをですね、町さんのギターの方が本数が多いっていうね、孝道さん1本だけっていう。でもアイバニーズのあのギターいいですね、やっぱりかっこよくて、で音もやっぱり町さんが使うと違いますね。ただね、たくさんいろいろな曲をやっていただいて、意外とね僕はね、もうペグを触るぐらいのところでね、曲当てちゃうんですよ。でもこれは12弦じゃないのかなって、これはアイバニーズ新しいやつで行くんじゃないかなって思ってたやつが外れるの、意外とね、意外なのか、僕だから当たんないのかもしれないですけど、モーニンググローはエレキで行くと思ってましたね、エレアコで行くのかなって思ってたんですけど違ったね。モーニンググローは12弦でしたよね。でそれを夢と呼ぶならもう、あれそっちのギターですかみたいな感じだったんですけど、まあもちろん全然問題なくて、僕が言うのもなんですけど、フィットしていてですね、すごく素敵だったんですけども、外れたね。いやー、あとはシェリーの叫ばの歌のようにが3曲目に来てるんですけど、これもね、コール&レスポンスっていうんですか、
ちょっとみんなで歌うような感じにしていただいてですね、やっぱり高光さんが煽ってくれるとすごく良くて、これはいつも僕もブログに書いたりとか、お話ししたりするんですけど、僕はとってもですね、これは勢いに任せていってしまいますが、高道ライブについてですね、思うところがかなり昔からあって、いろんな方の意見をなんかいい立場なんでしょうね、いろんな意見を聞けてですね、ちょっとね気にしてるところがあって、例えばですよ、こう騒いでいいのかとかね、その空気感によるんですけど、その空気をもう既存のファンたちが作ってしまってるとか、作りすぎてると思うんですよ僕は。もっともっとラフにライトに行かないと、僕なんかもやっぱり最初のうちはもうなんか、あれここで立ち上がっていいの、いけな、ダメなのみたいなのとか、手拍子がまばらになっちゃったりとか、意地でも私は手拍子しませんよ、俺はやんねえよみたいな空気がこう流れちゃってたりとか、なんかね、こうね、こうなんていうのかな、まあ誰が決めていいわけでもないんですけど、ちょっとね、いい音楽すぎてそこが二分化しちゃったみたいな、逆にね、お客さんが持っていかなくて、オーディエンスが持っていかなくてもできちゃう、音楽を完成させちゃう二人なので、だからお客さんが恋に盛り上げなくても大丈夫みたいな空気ができすぎちゃっていて、最近じゃないですよ、ちょっと前まではね、できすぎちゃっていて、子さんの人たちのその空気の流れにですね、新しい人たちが飲まれすぎちゃって、本来音楽ってこう、まあ音を楽しむっていう書くぐらいですから、楽しくなきゃいけないんですけど、ちょっとね堅苦しいというか息苦しくなっちゃったりとかっていうのがあって、で騒いでる人たちに対してまあまあちょっとみたいな空気もあったりとか、騒ぎたいけどいやまだまだ騒げてないぜみたいな人たちがいたりとか、どっちの意見も僕は聞いてきてるのでわかるんですけど、あとは例えば、歌詞を配ったらどうかななんていう話もファンの方としていてですね、そういったこともしたいなと思いつつも、この目立てない空気だったりとか、まあ誰が主役かって言ったら高道さんと橋さんなんですけど、このファンの中にも主体性はあっていいと思うのね。ただそれができない風な空気があったんですよ昔は、あったりとかっていうのもあって、非常にこのなんかバランスとか難しくて、僕も事務局さんと話したりとかさせていただいてですね、いろいろでも俺説得力ないな、特攻服着ててんだからね、まあ、説得力はないんだけど、まあまあいろいろ考えさせられるところがあるんですよ。あって何の話でしたっけ、あそうだ、ごめんごめん、だから高道さんがリードしてくれた方がすごく場が作りやすいというか、なんかね、この曲手拍子合う合わないとかって考えるよりも、こうクラップハンツって言ってもらってすんなり入っちゃった方がいいというか、叩けばねみんなね手の細胞がね壊れるぐらい叩くんですよ、待ってましたみたいなね、いいんだみたいな、なんかねみんなねちょっと遠慮がちになっちゃったりとか、空気に飲まれちゃったりとか、まあどこでどういう空気ができちゃってるかわからないんだけど、ちょっと考えすぎる嫌いがあるというか、結局高道さんと町さんがすごく練り込んで作る分、ファンもなんか練り込んで作っちゃったのか、なのか、なんかそういう空気があったりとかっていうので、だから僕はもう例えばですよ、極論で言えばね、今日は椅子がないライブです、スタンディングのみですとかで、今日は座れるライブです、あんまり立つようなあれじゃないですとかっていうぐらい分かりやすくやってもらった方がファンは乗れるのかなと思ってた。ただただっていうかね、まあ、本当これもファンの人によるんだけど、一部のファンではやっぱ高道さんはもともとバンドの人だから、ゴリゴリにこうも乗っていった方が本人喜んでくれるよねみたいな感じの話をしてる時もあれば、また違うファンの人のところと一緒にこうご飯なんか食べてると、やっぱり質のいい音楽だから耳を澄まして集中して聞いてあげるのが本人には一番喜んでもらえるよねみたいな感じになるわけですよ。そうするとですね、これがいいバランスを保ってる時はいいんですけど、このね、ほんとすごい緊張感の中に成り立っちゃってると、ファンのしがらみがとかね、
ちょっとしたことでもなんかピリついちゃってるように感じて、ああもうちょっと行かない方がいいやみたいな、行きにくいなとかなっちゃうんですよ。そういうのにつながっちゃったりとか、もちろんもっと露骨に感じることもありますよ。僕も例えば板さんのライブなんか行くと、本当に板さんに優しくしてもらって本当幸せ者なんですけど、ただやっぱりファンの中ではもう全然僕歴浅いし、そもそもこの浜松つながりから来てないんですよ。僕はもう板さんが好きなの、ね、浜松が好きなんじゃないの、まあ、嫌いじゃないですよ。中村隆道が好きであって板倉正和が好きなんですよ。板さんのそのこのあの鍵盤へのタッチだったり、この音の入るその瞬間のアタックの瞬間が好きだったり、歌声が好きだったり、もうもちろん性格も好きだし、こうなんていうのかな、オーラが違うのね、そういうとこが好きだったりとかっていうのがあるんだけど、浜松から行ってる人たちのところに入るとね、やっぱりきついんだ、本当にきついので。やっぱりその中でも僕仲いい人いて、いろいろ聞いたら、この人とこの人のグループがあって、こっちのグループがあって、そこのグループが2つ来るときは行きたくないみたいなとかあるんですよ。板さん抜きでね、実際浜松の何か催し物とか浜松に近いものの時に、あこの人たちが来るからこの人たちは行かないって言ってるとか、そういうのってあるんですよ、いろいろ。だからそういうのを一つずつ排除するとなると、ライブ中にちょっとやっぱり演者側から煽ってもらった方が僕はいいのかなっていうふうに思う、今のままだとね。そうじゃないとなんか乗っていいのか乗っちゃいけないのかわからなかったりとか、良くも悪くもこうなんか、作りすぎてきた今まで。僕はちょっと途中というか、僕はアマチュアの頃から大好きで、カセットテープをもう擦り切れるぐらい聞いてですね、何本もカセットテープをこう繋いでダビングしたものをね、持っててっていう感じで、デビューの時もいきさつとかも逐一見てましたし、近しい人からこう聞いていろいろずっと追っかけてきたんですけど、ちょっと自分が道を踏み外していけない時期があって、こうなったら行こうっていうその間があるんですけど、それはメジャーデビューしてた時なんだけど、それを除いてももう20年近くこう追っかけてって、その20年近くの中で変えなきゃなって僕でさえ思うような空気とか慣習だったりとかっていうのあるんですよ。でも変えられないで来ちゃったのか、僕ももういろいろ投げかけてたりもするし、でも僕のそのやってることが恨めっちゃってるのかなっていう気もするんですけど、やっぱりなんかここはなんていうのかな、やっぱり今のままからさらに上に行くんであればですよ、今の状態だったら演者側から煽ってもらった方がすごく乗りやすいで、乗ってしまえばいい空気が流れるっていう、乗ってしまえ、そうですね。だから例えばですね、対バンの時なんかは、だから逆に意識が高道を負けさせたくないみたいな空気がみんなあるから、一体感は出せるんですよ、もっと。ああ、私たちが応援しなきゃっていう、もう熱がそのまま空気が伝わってるから、やっぱ対バン3ピースとかなってくると、もう絶対もう、俺手折れるぐらい叩いてやろうかなみたいな。声とかはあんまり出したくないんで、この声が出せない理由もあるんですけど、ちょっとね、映像を撮ってたりとか音を撮ってる人たちからすると、っていう風になっちゃうのとか、っていうのがもう聞こえちゃってるからね。だからこれもう厳しい意見を言えば、じゃあ家で CD 聞いてくださいよって話なんですよ、僕から言わせると。もうどんな声が入ってようが、その人の歌を邪魔さえしなければいいとは思ってる、僕はね。だけど、いや今の生の音をクリアに撮りたい、生の映像をクリアに撮りたいっていう人も当然いるわけで、非常に難しいんですけど、それがちょっと露骨に出すぎちゃってる。あと会話をしてるところが聞こえてる、せっかく撮ってたのに声が結構入っちゃってるよとかね、そういうのってすごく良くないなと思って、すごく僕は努力してるつもりで、なるべくライブハウスに着いたら誰かと親しく話すとかっていうこともあんまりしないようにして、誰かが話しかけてきてくれればもちろん話すんですけど、なんていうのかな、こう僕が最初行った時にはすごくベテランの人たちがワイワイやってるところで、全然離れしてないから、ね、高道さんのライブは僕はもう本当こういうことを人生の中でクリアするまでいかないって決めてから行ったので、ちょっと出遅れてて、でだからいつも駐車場から眺めてね、
会場の中には入らなかったんだけど、ある時入ってからしばらく通い、しばらくっていうか、まあ、ずっと通い詰めてるんですけど、最初のうちなんかは特にやっぱり辛くて、だんだん皆さんと打ち解けてっていうか、あの声かけてもらったりとかっていうので、こういうことをやるようになってきたりとかっていうのをしてて、あのなんか、まあ、今でもね気は使いますけど、だから最初に来た人でももっともっと入り込めるようにするにはどうするかっていうのはみんなに考えてほしいし、僕も考えなきゃいけない。だけど今回みたいにもっともっと高道さんが煽ってくれればやりやすくなるっていうね。一回昔10年以上前ですよ、まだあのなんかオリジナル T シャツとかを着てた頃だと思うんですけど、まだね特攻服とかじゃなくて、なんかね曲の最中でね、立ち上がろっかみたいな感じで男同士で目があって、おしっつって、が結構仲いい人だったんでね、端の方と端の方で、神田かなエッグマンだと思うんですけど、シャーって立ち上がったら記憶でしちゃったらしくて、俺一人だけ立っちゃって爆笑みたいな、あと白い目みたいなね、そういうこともありましたね。だからね結構ね、ほんと、うん、こうやっていいんだよって言ってくれた方がいいのかなっていう、わがままなのかなそれも。まあいろいろね、とにかく完成度が高く来ちゃったがゆえのなんかこうネックになる点があるみたいな話をしたかったのちょっとあれだね、別に何かの批判とかじゃないんですよ、みんなでこうやっていこうぜっていう。で、ね、当然高道さんと町さんにも自分たちでは気づかないところっていうのはあるわけで、まあ、こういうところで発信しても届くか届かないかは分かりませんが、まあ、みんなでなんかもっともっとたくさんね、あの応援できたらいいなっていうふうに思ってます。じゃあちょっとあの僕もたまには歌わないとあのいろいろ怒られちゃうので、ちょっと一曲歌うね、一曲だけ今日歌います。これもあのまあいろいろファン同士のつながりだったりとか、最近ちょっといろいろな人とのつながりをこう感じていて、あこの曲かなって、今歌うならこの曲かなっていう感じなので、ちょっと歌いますね。では、君に送ります。なんてね、夢の中の君はいつも少女の顔してた。なのに今日の君気になるよ。電話の声も随分変だったし、彼のことで苛立ってる感じだし、言葉が中を舞い、まるで酔ってるみたいだよ。なぜか寄り添う気になるよ。この頃の君はとても寂しそうで、遠くを見てることが多かったね。Say goodbye to something yesterday。 さあ俺の車で海に着くまで、ぐっすりと眠って、昨日を捨てよう。目が覚めたら俺 yes yesterday。道が曲がりくねっているなら、道を変えてみたらいい。風向きが南に変われば Walk Shall We、 思い切り飛
take off, got you another way. The sunny sky is a blue, makes the same and we can do. そんな顔してちゃ光が逃げるよ。思いもかけずつまずいた時、忘れないで俺とかいることを。 My friend, say goodbye to something yesterday。さあ俺のベッドに横たわり、ぐっすりと眠って、昨日を捨てよう。目が覚めたら俺やがて yesterday。やがて yesterday。やがて yesterday。 どうもありがとうございました。そのまま行くのはまあいいんですけど、やっぱりなんか飲み物ぐらい飲んでからやればよかったよね。ファーストテイクってそういうことじゃないんだなって結構最近突っ込まれるんですけど、こういうことじゃないんだよね。僕の場合はもうめんどくさいんで、そのままセッティングしてすぐ歌っちゃいますっていうだけの話で、一発撮りでクオリティの高いものをどうのこうのみたいなのじゃないからね。つい油断しましたね。ちょっと飲み物も、失礼しました。まあそんなことで、一曲歌ってみましたが、いやー歌っていいですね。いやとにかくですね、さっきはちょっと話がずれちゃったんですけども、なんか本当に完成度が高くて楽しいライブでですね、なんかさっきああいう話だとちょっと記憶でする人が逆にいるのかななんて思っちゃいますけど、そうじゃなくてですね、なんかこう考えてる人も僕みたいなことを考えたりとか、僕にこういうことやったらどうですかねって言ってくれる方もいるぐらいなんで、なんかねやっぱりみんなで盛り上がりたいっていう気持ちは一緒なんですよ。で中村隆道をもっともっとこう押し上げていきたいみたいなねところがすごくみんなあって、だから一人でも多く集まってくれれば高道さんも松さんも喜ぶし、ファン同士も喜ぶしみたいな、そういうのがあると思うので、ぜひぜひですね、もっともっとみんなで集まりたいなっていうふうに思っております。幸いなことにですね、5月は、お休みというか、まあ、ラジオで我慢しましょうね。みんなラジオで、高道さん松さんと触れ合いますから、それを聞いていただいてですね、9月にまたライブをやっていただけるということで、今年はねやっぱり ね溜まってるね、高道さんももういい感じですよ。こうどん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 ね、こう溜めていかなきゃダメね、溜めさせないと我々がもうせかすだけじゃダメよ。なんかねこうなんていうのかな、いいのやらなくてみたいな、ちょっと私たち黙ってますけどねみたいなね、そういう、なんかこううまくね、ちょっと6月24日がですね、6月24日の土曜日ですね、千葉県旭市のですねペパーミントということで、中村隆道さんとですね、来たよ、高に待ってたよ、もう本当にね、僕は LINE もなんかしていいのかどうか分からなくてですね、ちょっと待ってましたけど、親不孝者さんが、高道さんとまた一緒にやられるということですね、あとゲンさんというんですかね、あとパノラマとラボラトリー、また各席で歌っちゃうのかな、そういう感じでですね、6月24日土曜日ペパーミントですね。でまたスケジュールが決まったら詳細は僕の方からも伝えますし、もちろんビオラブル事務局さんの方を見ていただければ分かるようになりますんで、あとは7月15日にも、すごいよね6月7月、ちょっと僕忙しいんですよね。
これにちょっと全てをかけましょうかね。7月15日土曜日、大森ですね、東京の大森、風に吹かれて、中村隆道さんと岡地さんですかね。全部台湾か、ちょっとまた燃えてくるぜ。もうね、やっぱり台湾の時の方がこう来るものはありますよね。そんな感じでですね、あ、ちょうどですね、いいの見つけちゃいました。4月24日放送分の葛飾 FM のテーマです。中村隆道さんのヒューマンロックターミナルですね。月曜夜9時からですね。今回のテーマは忘れられないコンサートイベント。ちょっともう今語っちゃいましたけど、昨日のがもう忘れられないんですけど、どうしましょうか。このお題でですねお送りしますということで、皆さんが忘れられない心に残っているコンサート、ライブ、イベントなどなど教えてくださいということです。宛先は tn@kfm789.co.jp、 宛先は tn@kfm789.co.jp ですね。たくさんみんなで送ってですね盛り上げていきましょう。番組を盛り上げて、ライブも盛り上げて、中村隆之すべてを盛り上げていくということで、もう本人が疲れちゃうぐらい盛り上げていけばでいいんじゃないかなというふうに思っております。本当なんかなんでしょうね、喋り足りない感じですよ。もう一回ねちょっとね、もうマチさんを拉致してね、あのマイクの前で喋んなきゃダメだなこれな。いろいろ考えてることがあって、まああんまりあのね暴走すると怒られちゃうかなと思うので難しいところですが、そうですね、中村隆道関連のことに関しては僕もちょっと熱くなってしまうのでですね、いろいろと思うところあり、やっぱりなんかこう自分の人生をかけられるかな、ただのアーティストではない感じで、もちろんたくさん今まで、大好きな人がいて、ライブ行ったりとか CD 買ったりとかしましたけど、中村隆道に関してはもう全然違っていて、もう体の細胞が中村隆道でできちゃってるんですね。なんか神様なんですよ。あの人がいなかったら僕はもう生きてなかったなっていうふうに思っているので、こんな人生を送れないし、本当ね、あの感謝してます。マチさんにもとっても感謝していて、あの昨日なんかマチさんと話したかったんですけど、なんかお片付け邪魔しちゃいけないのかなって、なんかちぐはぐになっちゃってすごく後悔していてですね、あのもっともっとマチさんと話したくて、本当まあ2人も俺に感謝してくれればいいなって思ってます。そうです、すいません、これたまに聞かれちゃったりとかすると怖いんでね、あれですけどね、ほんとね、もう僕がいて君がいるみたいなね、もうついですから。これとね、これを言う時のドキドキとね、板さんのことまさかずって呼ぶ時のドキドキは同じくらいドキドキしますね。またバンドも聞きたいな。いやとにかくなんか全然ライブの感想とかになんなかったけど、もう語彙がないというか、多分皆さんもやってみてください。中村隆道ライブの感想を書くなり喋るなりしてください。もうねないんですよ、それに合う形容する言葉が。すごいんだもん、もう鳥肌立っちゃってさ、なんかさ、ひいき目に見て見なくてもですよ、もうすごいなって、あここまでやる人たちっているんだなっていうのがすごくこうひしひしとね伝わってくるんですよね。もうなんだろうな、まあ言い残したことはたくさんありますけど、今回のライブのシェリーの叫ぶあの歌のようにはすごく良かったですし、円形はこういう話しなきゃダメだよね。円形はね、なんかね、僕はね2人の部屋に呼ばれて、なんかこう自然のリバーブ、ね、でなんか今隣いないからこの時間に歌っちゃえよみたいな、本気で歌って大丈夫だこの時間はって言って歌ってくれてるみたいな空気感だった感じがする。勝手にちょっと多分結構ね2人の音ってすごく温かくて優しいんだけど、その中でもやっぱり力強いので、あそこの音響ではちょっとまだね、なんか 100% 捉えきれないのかなっていう感じがします、勝手ながら。なので僕はアンガとかがすごくいいなって、2人の音には合ってるなっていう、でジンさんが行けば完璧じゃねえかなっていう風に思っちゃいます、勝手ながら。そんな感じの円形でした。あとはね、やっぱりモーニンググローとフライアップをセットで聴けるっていうのはすごく良くて、
これ話す順番逆なら前半こっちだよな。まあ今更ながらですね、ちょっと話すとやっぱそんな感じなんですよ。モーニングローとフライアップは僕はセットで聴きたい曲で、なんかこう、うん、高道さんが曲を作ってる時にこの2つっておお降りてきてんなっていう感じがするんですよね。あの時期だし、なんかこう、うん、そうなんですよ。まあ この曲を歌うから歌わなくなった曲っていうのもあるんだけど、まあ完成形なんだなっていう、そこら辺はまあご本人にもちょっと確認したところもあるんですけど、まああとはまあそれだけではね、僕の曲じゃないのでね、僕の曲じゃないっていうか、まあね、僕は触れないでおきますよ。すごくいい曲だということだけにして、僕が語っていいのはやっぱフライアップでしょね。もう最高最高でしたよ、フライアップは。あとはね、そうだね、声にならない季節ね。まあこれはもうここが鉄板どころで、あ、来たと。もうお茶の水の話をしたあたりから、あれ聖橋行っちゃいますみたいな感じのね。もうあそこに僕はね、もう何時間たたずんでいたことか、ここかと。もうね、東京で働くようになったからみたいな、ここかみたいな、そっちいましたよ、あの辺。まあ今でも通りますけど、だいぶ変わっちゃいましたけどね。あとはだから一本道もね、これは来るなと思いましたね。一本道はね、一番今まででね、僕がね、ちょっとね、高音質で手に入れたものがあってですね、それをライブ前に聞いてたんですよ。すごくない？でももっとすごいのは、シンプルウェイのことをずっと考えてて、前の日何十回も聞いて、なんでこうなんだろう、こういう構成でこう作ってるんだろうっていうのが全然わからないことがあって、あとワングッシングね、聞いちゃった本人に。これはね、秘密です別に秘密にするほどのことでもないんですけど、疑問に思わないとわからないことなんで、あれですね。シンプルウェイはね、ほんとね、何かを感じましたね。あ、今日歌ってくださるんだみたいな感じでしたね。すごく良かったです。まあ合計17曲ですか、17曲以上のものをいただいたような気もするし、そんなにありました、一瞬でしたけどっていうね感じもするし、とにかく楽しい時間はやっぱり早くてですね、はあ、なんか、うん、なんかやっぱり巡り合ってよかったなって思えるライブですね。音源ももちろん大切なんですけど、やっぱりライブも大切だと思うし、CD もいつか出るでしょうしNG ワードがね結構いろいろ多いんで、気を使って話しますが、まあとにかく、直近ではですね、カツエフをまず皆さんで盛り上げていただいてですね、ただ結構ね、僕のねメールがカットされるので、あんまり皆さんも送らなくていいかなっていうのもあるのでですね、皆さんもつまらないメールをですね短めに送っていただいて、僕のメールが必ず読まれるようにですね、ね、こうよく鳥いいな鳥いいなって言われる鳥はね、あれなんですよ、危ないんですよ。エンタの神様で言えば花輪みたいなポジションからこの乾ひろしに変わるみたいなね、僕はそういう風に感じて、だんだんなんか短くなっちゃった、あれ尺ないじゃん俺のみたいな、結構ねこっから確信なんですけどみたいな。でもまあお互いこのあうんの呼吸でね、削っても大丈夫だなみたいな、俺削られても美味しいかなみたいな、そういうところがあるんで、あれなんですけど、そんなにね、皆さんが思ってるようなあれじゃないですからね、大変なんだから俺、本当に。だってあれですよ、ほら、さっきちょっと歌わせていただいたんですけど、歌だってね、もともと僕は歌をやってたわけじゃなくて、高道さんの番組のパロディーをやってですよ。で、本人の歌を流すわけにもいかず、人の曲を流すわけにもいかないから、パロディーで僕が歌うしかないっていうので歌ってて、その名残で自分のこのパロディーじゃない番組にいろいろあって変わって、リスナーさんからリクエストいただくようになって歌ったりとかしてますけど、もともと歌なんか何もやってないですからね僕。できれば人前でそんなこともしたくないタイプですし、うまけりゃさ別にいいですよ、俺の歌聞けよみたいなタイプだったらいいですけど、もう全然そういうタイプじゃないんで、むしろ聞いてればいいです、僕黙ってますみたいなタイプなのでですね、お話というか喋りもボソボソ話す方ですし、結構無理してやってるんですよ、歌わなくてもいいんですけどね、盛り上げるためにはこれやるしかねえなみたいな感じでですね、やってます
もう YouTuber が出る前から YouTube やってます。よろしくどうぞ。そんなことでね、とにかく活F盛り上げて、その後の朝日のペパーミントね、ペパーミント泊まるところも近いしさ、あのみんな来てね、朝日ちょっと遠いけど、ホテルは近いから、ね、ライブハウスとホテルが近くて、ライブハウスを一歩出ればカエルの大合唱ね、中に入ればみんなの大合唱という感じなんでね、ペパーミント行って、その後大森のライブもあって、また夏以降はいいお知らせがきっとあるだろうから、まずは直近のこの活F ライブ2本、一生懸命みんなで応援したいなと思ってるので、ぜひぜひ何かあったら、あのちょっといろいろ構ってね、僕も寂しいんでよろしくお願いいたします。いろいろ喋りましたが、自分の方のご運会音もまたあのちゃんとリスナーさんのリクエストやりますからね、そうリクエストやろうと思ったらちょっと恐怖体験があったりとかいろいろあったので、その辺も次回のご運会音でお話しできればなというふうに思っております。今回は、中村隆道ライブの感想でございました。ではまた元気にお会いしましょうね。グッドラックベイビー。階段を降りて地下に広がる小さなシアター、今日もお前はこの狭いステージで本当の自分に戻るんだという夢しかないよな、一人のこの部屋で昔の痛みに思いを馳せながら、一人でいることの寂しさよりもドロムの中での孤独を感じてる。俺たちも